2011年第27回日本国際賞ジャパンプライズ受賞者の記者発表会を開催いたしたいと思います2011年第27回日本国際賞受賞者をこれから発表いたします領域1の情報通信分野では米国のベル研究所特別名誉技師のデニス・リッチ博士 同じく米国のグーグル社特別技師のケン・トンプソン博士、そして領域2の生命科学・医学の分野では、大阪大学名誉教授で元総長の岸本忠光博士、大阪大学教授、医学系研究科長、医学部長の平野俊夫博士、このお二人にそれぞれ贈られることとなりました。日本国際省審査委員会 小宮山委員長から審査経過についてご説明いただきます、えー、それでは2011年第27回、えー、日本国際賞受賞者審査の経過についてご報告申し上げます。一、えー、昨年11月に国内外の科学者、約1万3000名に、えー、受賞候補者の推薦を依頼しましたた、えー、全世界から総計件の推薦をいただきました。 これらの審査を分野ごとに設けた2つの審査部会で審査をし、各候補の学術面の成果、並びに社会への貢献度を慎重に審議した上で、受賞候補者を決定し、財団の理事会本委員会を経て、推挙をした次第ですそれでは情報通信分野審査部会の宮原部会長に。 リッチー博士、トンプソン博士の受賞業績についてご説明をいただいた後、受賞者五人のご紹介をいただきたいと思いますユニックスの特徴を一言で説明すれば、徹底した軽量高速化の実現ということであります。さらに、階層構造をファイルシステムに導入しまして、使いやすさを向上させることにも成功いたしました。また、ユニックスの第6番は、 1975年にソースコードとともに大学研究機関など広く公開され改良や機能拡張を利用者間で共有する文化が芽生え今日のオープンソース文化の原点を形成したといえます現在の情報分野の基礎技術にユニクスが母体となって生まれたものがたくさんあります 特筆すべきはインターネットであります。インターネット文化はユニ i クス利用者たちが牽引して広まったともいえます。情報通信分野における貢献を称える2011年日本国際賞にまさにふさわしい賞といえます。それではトトンンンププソン博士にご登壇いいいたただきたいと思います。トンプさんどうぞ。 Uh, it was a product of research. It was created by no requirements. There were no expectations or visions of profit, and it was done by a, uh, an industrial uh, laboratory that uh, ran off of uh, uh, a tax on telephone, so that it uh, uh, had the same amount of money every year. It didn't have to. Uh, prove anything this was the laboratories of course um, but far and beyond uh, human ability to plan or predict unix has remained in the bullseye for many years now that is just impossible to decide what that is and that is serendipity which has a lot to do with what ha has happened to uh, unix

various project internal to the bell system and then to be distributed to educational government and commercial companies under license unix is not an open source system as the term is understood today however its specifications have always been open in that anyone could, uh, could implement the software based on the specifications and of course this has happened several times most visibly today by linux So, Unix in one form or another has been around for a long time. It's one of the few software artifacts to have lasted so long, much longer than any of us expected. それでは次に、生命科学医学分野の朝嶋審査部会長から、岸本、平野両博士の受賞業績についてご説明いただきます。 中心的な役割を果たしています、B 細胞に働き、抗体酸性を誘導するサイトカインと考えられておりました、インターロイキン6の広報物質を探し出すことに成功いたしました。特質すべきことは、関節リウマチ患者の関節液中にインターロイキン6が多量に存在することを発見し、関節リウマチをはじめ、 各種疾患の病態に重要な役割を果たすことを明らかにしたことであります。基礎研究から治療法の開発まで一貫して発展させた業績は生命科学医学の分野における貢献を称たたえる2011年の日本国際省にふさわしいものと考えております。 ジョン・ンソフンス大学留学中に B リンパ球に抗体を作らせることを指令する機能を持つものとして発見しました分子が現在 IL6 と呼ばれる分子でありましてこの分子が多彩な生理的病理的機能を持ち子獣の病気の発症に深く関わっている分子であったことは我々にとって非常に幸運なことでありました。にとということを考えなくても 真髄をついた医学の研究は必ず病気の診断や治療に役立つことにつながるものだということが私の信念でありましたけれども我々の IL6 の研究が10年後には関節リウマチのため車椅子生活を余儀なくされるという人がいなくなる。 というふうに、多くの人を病気の苦しみから救うことに、われわれの研究がつながったことを、私は大変うれしく思います自己免疫疾患の発症機構の解明や、その治療法の開発を今見て、今日まで続けてまいりました研究により、インターロイキン6を発見するという幸運に恵まれました。基礎的な研究により、関節リウマチ等の治療薬の開発への道を切り開くに至ったことは、 39年前に医学部を卒業したときには想像すらすることはできないことでございました。私がここで特に強調させていただきたいのは、現在の医療というのは、過去50年、100年にわたる基礎科学研究の成果のもとに成り立っているというこの事実でございます。基礎科学を重んじて、科学技術の発展に貢献し、もって世界の人類の平和と繁栄に貢献する,だとすることだと信じております。 この度の受賞は若い人たちに将来に対する夢を与えるとともに基礎科学の重要性を再度認識する機会になることを祈っております。